政宗なんですけど、政宗、はい、政宗でいうとやっぱ六層。六層、はい。小川さん、他の現場で六層持つことあります？ないですね、六層は。六層を持ってるのはもうこれじゃないですか。僕この間事務所の引っ越しの時にこの撮影で使った六層ね、はい、こうおもちゃの撮影用に作ったやつが何個か置いてあって、はいはい、業者さんが見て、はい、おっって言いましたからね。そう、ね、もうそれイコールそうじゃないですか。結構六層のキャプチャーモデルも代々何代目かありますもんね。あります。キャプチャーの時に実際小道具を作って持っていくんですけど、もうどんどん壊れていったり改良されていって、はい、もう何代目ですかね。4代目ぐらいですよ。どんどんこう軽量化していって丈夫になって、はい、アクターっていうのは1日こう多分1000回以上振ると思うんですよね、はい、で無理なポーズで止めたりするんで、うん、もう軽くなきゃいけない、うん、で丈夫じゃなきゃいけない、はい、で僕的にはこう安く仕上げなきゃいけないっていうのがあって、今かなりクオリティの高いものが作れるようになって毎回ね山本さん、僕がいろいろ僕と小道具はさっき雪村のアクターやった杉原君、はい、2人で作ってるんですけど、はい、この6層は、ね、多分出来がいいのは杉原君で作るんですけど毎回こう感心されるんですよね。おお、やっぱこう実際にアルトナイトでは現場で見てる方もどういう動きなのかって想像できるかできないかって違いますもんね、うん、おっしゃる通りだ、はい、今回の撮影でもそのあったからこそ気づいたポーズとか、これかっこいいんだとか。そうですね、特にこう僕ガードのポーズが小道具なしでは気づかなかったなっていう、うんうんうん、でそのシルエットもそうなんですけど、こう振ったことによってこうフンフンとか空を切る音で、それでなんかこういろんなものを感じるんですね。ババババババッ、でそういうものからなんか政宗のリズムっていうのができてくるので、はい、この小道具は実は欠かせないんです。これ1個400円ぐらいかかるんですけど。あの今回のその政宗結構、はい、まあ冒頭でも言いましたので、はい、結構やんちゃな感じじゃないですか、はい、でやんちゃさを出しながら、はい、まあ、技として成立させる、はい、でしかも6層の、まあ、切り方って、はい、今回で言うと、まあ、普通8でも、はい、プラス、はい、今回暴走モードというバッドドライブっていうモードがあって、はいはい、長押ししてるとさらにグーッていきたいんだよという話をした時に、これまた大変ですよね。大変ですよ。もう一個ハードルが高くなりますからね。もうネタの提供としてもそうですけど、アクターの身体能力としてももう一個上のやつを連れてこないと、はい、で今回、はい、田中宏斗君にお願いしたんですけど、そう政宗とか、まあ、今回は政宗でもこう死亡モーションとかで言うと、はい、まあ、とにかく政宗こう小田原行って、まあ、はい、秀吉に対してというので、はいはい、まだまだそれでも前へ向かおうかというので、はい、バーンってやられてもそれでも刀一本持って向かっていくぞって、このポーズで死ぬんですね。政宗、ね、まあ、だからこそっていう演技にもなってきますよね。そうなんですよ、はい、アクションの動きも全部やっぱ演技なんですよね、はい、切るっていうのはさっきもこうお伝えしたんですけど、こう目的はもうすぐ達成できちゃうんですよ。こうすれば切れちゃうんで、うん、そこにそのキャラらしさとか、はい、そのキャラクターの魂を入れていくっていうのがアクターの作業であって、はい、そう、死亡もそうですけど、はい、政宗らしいって僕は思ったのは回避の、はい、特に、ま、前回避が僕、うん、なんだこれと思ったんですよ、ね、うんうん、回避なのにあんまりこう回避しないですよ。ああ普通回避って避けるための行動なんで、はい、避けるんですけど、向かってこい、そうそう、向かっていくような回避って、はい、これもその普通じゃそれ回避じゃないよって採用されないと思うんですけど、はい、そこがやっぱ山本さんだと採用してもらえるという、そのキャラ性の方がね、この目的の動作よりもキャラ性の方が強くて、あとあれですね、はい、実際に陣羽織着てるからこうくるって回るのも陣羽織をなびかせるイメージもあったりとか、結構こう着てる衣装によっての、はい、アクションも変わってきますよね。あれ、そうですね、はいはい、というのは、まあ、バサワラ技も今回思い切って、はい、まあ、特にゲーム的にもバン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 前に来て暴れる技が多いので、はい、バサラ技は足を止めて、はい、もう
打ってしまうという竜を作って、はい、そうですそうです、はい、はい、あれはあれですか、完成形はどうなんですか、エフェクトとかエフェクトも派手になってますし、実際に竜が飛んでます。で飛んだ竜が自分に今度こう向かってきて自分を食らい尽くすという、はい、その中で十字架の、あ、今回のテーマは十字架ありましたもんね、はい、なので、はい、まあ、十字架もこれ史実から撮ってるんですけど、はい、はい、そうなんですよ。そうそう、僕バサラですごく面白いなと思うのは、こう結構史実からいろんなことを撮ってて、はいはい、で僕みたいな無知な人間が見るともうすごく嘘の世界にしか見えないです。もう虚の世界にしか見えないんですけど、はい、お話を聞くと、いやその中にはこうやっぱ実があるんですよね、史実から持ってきた、はい、その虚の中に実があって、その実の中に虚があったりとか、そういうなんかね、そういう転換がすごく面白くて、こういう話すごい好きで現場でいつも聞いちゃうんですけど。